町はオースティン。オースティン。ホームミュージアムにやってきました。ミュージアム。これは何だろう。この銅像は何だろう。メーカーで、あ、ここメガネ屋さんなんだよ。自転車屋さんの前には自転車屋さんのバイクショップ。ここ持ってみたい。乗れないよ、それ薄っぺらい。まだ。はいはいはい、チーズ。初ミネソタにてお寿司屋さんに行ってみよう。京都寿司。京都寿司。みんなね、京都じゃない。京都って言うんだよね。お寿司屋さんに行ってみました。お昼ランチタイムとディナータイムがあるらしいんだけど、ちょうどギリギリかもしれない。ああ、ランチタイムは。なんでは？ディナータイム？ディナーアワー。ディナーアワーなの？うん、あ、本当？じゃあ。何で？あ、そういうことか。はい。ね、8年。Would you like a drink? No. Oh, where can I choose? Sprite, lemonade, ice tea. なんか飲む、カズさん。スプライト、コーラ、レモネード、コーラ、コーク、コーク、スプライト、and レモネード。ほらほら、なんかわさびがついてる、ちゃんと。量が多いね。ね。こんでかいな。さあメニューもね、天ぷら、ディープフライド、照り焼き、鉄板焼き、それからうどん、ラーメン、丼、デザート、これアイスクリーム。手巻きにさ、スイートポテト。手巻きにスイートポテト。手巻き寿司も美味しそうだね。でもさ、手巻き寿司食べたらお腹がいっぱい、うん、お腹いっぱいになっちゃう。うどん食べる？うどん食べたいんだけど、キノコがあるから、キノコ食べてくれる？え、寿司ピザって何？寿司ピザってなんだろう。お刺身もあるよ。マグロがないのが嫌だ。マグロしか俺は食べたくないの。米って売ってんのが ローフィッシュなんだ。そうね、卵とかクラブミートはボイルより焼いてあったりとかね。そうね、だってとお寿司で豆腐ってなる。豆腐お母さん飲めなくなっちゃった。うなぎもある。はい、じゃ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 ーん。カリフォルニアロール。カリフォルニアロールってもともとカリフォルニアで作ったの。知らない、それは知らない。外側についてる。うん、何、おいしい。マジ、ちょっと一個食べてみていい？これはあの前にちょっと失敗したあのウォルマートの寿司とはちょっと違う。ちゃんとご飯は。うん。寿司だ。あ、うまい。ちょっと安心した。アメリカでもお寿司食べられるわこれ。あ、おいしいわ。何？うどん。うどんマジ？本当？日本のうどん？うん、これは間違いない。うん。これでここ。麺だけ入れて。どうぞ。あ、こっちにもっと入ってる。肉入れてみ、何個も食べてみて。どうだ？美味しい。本当。だからうどんのさ、ついに来ましたお寿司。美味しそうよ。うまそうだぞ、なんか。ああ。うわうわうわ、うなぎもちゃんとあるな、ほら。あとお刺身も。いいよいいよ、食べて、ほら。いいよいいよ。卵も。ねえ。どうだ？食べてみて。おいしい。お父さん、一個これ、ちょっとサーモン食べてみていい？ああ、うまい。うん。お寿司ね。いけるわ。天ぷらどう？うん。美味しい？なんだろう。きゅうりじゃない？スッキリにな。なんか、ナスに近い。ほんと。これだけ。じゃあ自分はこのマグロ行ってみようかな。赤マグロ？赤マグロ。前は。さあ、わさびをついてつけるの。あ、刺身、そうだね。このわさびが寿司の中に入ってない。
かさん、このマグロのここエビアレルギーね、4、5年前ぐらい。どう、これなんかちゃんとしてそうだよ、天ぷらも。あ、これ熱い。いや、寿司安心したわ。なんか牛角はちょっとさ、なんかこうこっち風にアレンジされてるとこが多いじゃん、ちょっと。なん基本的にメニューは一緒だもんね。でもお寿司に関しては本当遜色ないわ。本当に寿司飯も美味しいし、これはいけるな。安心したね。寿司が食べられるって結構大きいよ。その半このミネスタに来て半年間、結構そのお寿司食べられるかどうかっていうのは結構心配な点ではあったんだけど、ここはあの会社の同僚に教えてもらったお寿司屋さんで、京都寿司いいよって言われてきたんですけど、まあ、ね、本当に遜色ないよね、日本の寿司とね。味もね、悪くない、全然。そう、お刺身の頼み方がね、1枚ずつ、この日本だと1人前だからさ、3枚か2、3枚はついてくるかなと思って、本当に1枚ちょっとそれがちょっとそのね、なんかいろいろまあ違いはあれど、でもここはなんか また来たいと思うね。この野菜天ぷらがなんと、ブロッコリー。ブロッコリー天ぷらって初めて見た。どう？あったよ。いや、ブロッコリーじゃなかったな。どうでしょう、おいしい。ブロッコリーなんだもん。フィラデルフィアのサーモンとアボカドとクリームチーズ。クリームチーズ、卵。おいしいか、グーか。どっち？グッド？バッド？グッド？グッド？オッケー。そういうことね。豆腐。あー、おいなり。豆腐寿司をさっきね、たくさん飲んだんだけど、これおいなりさんのことだったのね。そうだね。豆腐あげると豆腐、ね、豆腐が上に乗ってくるのかな。どうなっちゃった、うん、豆腐寿司はいなり寿司だったね。あとこれあれだ、赤貝だ。はい、うん、すっごいしっかり、美味しい。出汁が出てるよ。これだけのボリュームでランチだったら17ドルぐらい。もう安いね、それだったんだよ。まあ、まあ、今日はランチじゃなくて鈴木だ。ちょっと高いけど、いや美味しかったよ。なかなかこれはいい。また来よう、また来よう。飲んでみ。 Thank you。あるか、ランチアワーは。そっか、サタデーサンデーはもうディナーしかないんだね、京都。